はい、兵庫県、朝子におりますどこって言われるかもしれませんけど、はい、今ね正面のこの山あの上の方にですねちょっと石垣が見えるかなと思うんですけれどもね、はい、今日はですね、兵庫県の、竹田城跡、はい、こちらにですね、行ってきたいと、いうふうに思っております。はい、まあ昔からねもう何十年も恋焦がれてきた城なんですよ。ずっと憧れてた城なんですけどね、ついにここまでやってきました。はい、本当にね、まあ三重周辺名所旧跡とはえらい違いっていうかえらい離れたところですけどね、まあ名所旧跡シリーズとしてね、ちょっと今日はねやっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、はい、突如として、はい、こちら朝子に来ております。はい、昔からですね、その波は大学時代にも、まあ、城郭研究サークルのようなものに入っておりましてですね、まあ、お城を巡りなんかを、しておりました。はい、それで、まあ大学を卒業してからもね、一回、趣味で、中国地方、この辺りの お城、はい、これをね、見に来ました。はい、ちょっとね空波知らない場所ですからね、ナビ使ってますからナビの音声入っちゃいますけれどもすいません。まあただこの場所っていうのはどうしてもね、交通の便、からしてもね、今まで来ることができませんでした。まあなんていうかな、こう歴史不安っていうかこう城郭不安みたいなね、人っていうのはこの竹田城っていうのはねやっぱり一回一度は、訪れてみたい、城跡じゃないかと思うんですけれどもね。まあ空波もどうだろうな、学生時代に一回来てみたいなっていう風に思って以来、もう何年30年以上経ってるかな、ようやく来ることができました。まあ今日はねもう本当楽しみにしています。まあこのお城はね、もともと在地領主のこれ太田垣氏でしたかね、はい、太田垣氏の歴代の城だったと思うんですけれども、まあそれが秀吉のね、中国侵攻に伴って、秀吉の弟秀長の俗称桑山重春の、が城代としてね、しばらく在城していたんですけれども、まあその後赤松氏の確か城になってまして、改易になるまで、お城があったと、いうことのようなんですけれども、まあ誰がねこの壮大な石垣を築いたかっていうところですが、まあ俗称の桑山重春はなかなかちょっと自分の城じゃないですからね、そこまで堅固にすることはできなかったと思うので、まあおそらくはその後に入った赤松氏が築いた石垣なんではないかと思います。もうねなんかこう、城郭不安っていうかね、この城跡不安の、人間からするとですね、本当にもう何十年もねこう憧れてたこうなんて言ったらいいのかな、アイドルもうそれにね、会いに行けるっていうか会えるっていうか、まあそんな心持ちですよ。もう本当に今なんていうのかな、すごい、ワクワクっていうかもうドキドキしますはい、ということでね、こちら、落ちない岩、はい、と言われてまして、本当に落ちそうで、落ちない、と言われてる岩みたいですね。もうずいぶん昔からですね落ちないみたいです。はい、うちのユーマがね、受験に落ちないように、はい、お願いしていきたいと思います。本当に落ちそうだよねはい、もうねどうだろう、3、40分はずっとこんな道を歩いてきたかな。まあ舗装路だからいいんだけどね。はい、まあ足腰が丈夫なうちじゃないとちょっとこの城は来れないと思いますねはい、ようやく看板が見えてきましたが、ぬか喜びですね。まだ先みたいです。はい、ここ縦堀ですね、これ。はい、縦堀が掘ってあります。こういった縦堀がね、昔からね、何畳かうがたれているようですけれども、まあ、おそらくこの縦堀はね、赤松氏が築城する以前の、ものじゃないかな。はい、太田垣氏の城があった頃のものだと思われます。はい、ようやくですか。はい、ようやく竹田城のこちらの案内板が、はい、出てきました。はい、史跡竹田城跡、はい
はい、じゃあいよいよねお城見ていきたいと思います。はい、ここからはね、ちょっとこちらのオズモポケットに、映像を切り替えていきます。はい、ここまではねちょっと両手を開けておきたかったんでね、もう疲れますからね、30分も40分もカメラ持つのが、まあ頭にねところにつけるタイプのねパナソニックのカメラを、まあウェアラブルカメラをつけてきたんですが、まあここからはね撮りたい方向をその度に僕が回るわけにもいきませんので、はい、こちらのカメラに切り替えてやっていきたいと思います。はい、まずね本当に入った瞬間からですね、この城をほとんどこう総石垣になってますね。まあ、高さこそね、それほどないんですけれども、本当要所要所にですね、的確に石積みがされていて、しかもこれよく残ってますね。はい、ここがね、ちょうど石が横に並んでるとこですね。ここがまあ大手門跡。はい、大手門ですね。門があった場所です。はい、この門があった場所を入ると、こちらが、北千条という、はい、車になります。石垣の感じはね、まあ、野面積みでいいかなと思うんですけれども、まあ、石の大きさとかね、面のこう出し方なんかを見ると、やっぱり安土城にちょっと近いような、はい、なんかそんな印象を受ける石垣ですね。はい。高さこそ、ちょっとないですけれどもね。まあ、非常に、こんな山の上にね、よく積んだなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、実際この石はですね、この、ま、ふもとの、今歩いてきた道にですね、ほとんど岩場でしたんで、まあ、そこで切って、ここにあげたものだというふうに思いますね。うわぁ、見てください。この高さ。はい。よく登ってきたね。もうちょっと、老人の空並みにはもうちょっとぜいぜいですけどね。はい、北千条の反対側に回ってます。あ、ちょっと井戸っぽい、井戸跡っぽいものがありますね。はい、当然ですけど、お城の中にはいくつか、こういった井戸の遺構はあります。はい、井戸がないとね、籠城できませんのでね。はい、そしてですね、こちらの北千条、はい、ここから、もう一つ、おそらく、この立派な石垣がありますけれども、まあ、ここは多門櫓が回っていて、門は、その先にあった門は、おそらく櫓門、はい、だったかと思います。で、反対側にも石垣が先ほど上がってくるときに見えましたので、反対側もね、こちら側も櫓が上がっていたというふうに思われますね。はい。ここ、この奥ですね。この鍵で折れた後、ここですね。ここにもう一枚門があったと思いますね。はい。で、この門を破って、中に侵入しますと、いよいよ三の丸と、はい、いう車にたどり着きます。はい。ああ、またここに一段、ちょっとね、一段、上がるだけで、まただいぶこう、眺めが良くなりますね。はい、まあ、守備側の目線ですとこんな感じですね。はい。うわー、すごいなー。もうこれあれじゃないですか。武田城のあのベンチですよね。すごいね。うわ、怖っ。怖っ。うわー、どんどん高くなっていく。うわー、これはほんと天空の城だね。まあ、早朝とかに来るとね、この城が霧の上に浮かんだような形で見えるようですね。この先行ってみたいな。この先降りるとですね、ここが東の丸っていうところなんですけれども、今はちょっともうね、縄が張られて、入れませんね。行ってみたいな、ここも。この先ね、そこの階段のところ。はい。まあちょっとね、破って入るわけにはいきませんから、このまま進んで、二の丸。はい。二の丸に入っていきたいというふうに思います。はい。まあ、ここにも当然、門があったと思いますね。はい。そして、この門の側にですね、ここにも櫓が立っていたと。いう形で、そうですね、本当に、なんていうのかな、大きくはないんですけどもね、非常にこう、テクニカラーというかね、この地形を巧みに利用して、石垣を組んでね、車を配置してるなというのが本当非常によくわかりますね。この辺は本当に
なんていうのかな、テクニック的にっていうかもうすごいよね。はい、手の込んだ作りだなっていうのを思いますけれどもね。もともとここには太田垣氏の山城があったと思いますのでね。はい、それをその地形をうまく利用してるんだと思います。はい、今上がってきたところ、ここが二の丸ですね。はい、二の丸です。いよいよ本丸が近くなってきて、本丸が見ますね。この上が、本丸と天守があった場所ですね。はい、天守はですね、まあどうも おそらく三重天守、この上に乗るとしたら、そして、まあ反対側にどうだろうな、一層もしくは二層の櫓が上がっていたかなというふうに想像はできますね。はい、すごいね、本当に。まあちょっと規模はちっちゃいのかもしれないですけどね、僕はマチュピチュに行ったことないんであれですけど、まあ東洋のマチュピチュなんてね、言うような方もいらっしゃいますけれどもね。はい、じゃあいよいよね、本丸の天守があった場所の石垣ですね。はい、ここに登っていきたいと思います。はい、本丸天守台跡です。こっからの眺めはどんなものでしょうね。さらにですけど、ここの上に、まあ、3階建ての建物が建てたわけですからね。実際の視点はもっと上です。まあ、柱の間隔からですね、発掘調査の結果、ここは京間で建てられていたというふうに記録が残っていますね。うわー、すごい。もう、なんていうのかな、どっから敵が来てもこう、なんていうの、一目瞭然というかね、すべてのこの城がこう把握できますよね、ここにいると。はい、両翼とも本当によく見えます。壮観。ほら、なんかね、ちょっとこうあのペルーのマチュピチュみたいでね、確かにね。はい、そう言われるのもなんとなくわかります。美しいんだよな。はい、そうしましたらですね、本丸をぐるっと迂回していきます。この下にですね、花屋敷というね、車があるんですよね。ここもね、行ってみたいんですよ。見たい、めちゃくちゃ見たい、めちゃくちゃ見たいんですけどね、ロープ張ってあるんで行けないですね。はい、残念ですけども、これは諦めるしかないでしょう。はい、この花屋敷もね、本丸の後ろにある重要な車ですね。はい、作りをちょっと見てみたかったですね。はい、そうしましたら、今度はですね、先ほど北千住を見てきましたけれども、今度は南千住、はい、見ていきたいと思います。はい、こちらの方がですね、南二の丸と言われるところですね。はい、どうだろうな、やっぱり先頭正面は大手門側なんだろうな、っていう感じはします。どちらかというとこちらのね、南千住の方が門の入り方なんかは、こう平入りというかね、まっすぐ入るところが多い感じがしますね。はい、ここの門もね、こう石垣に対してこうまっすぐ入るようにね、ここにこの横の石が敷いてあるところが門の跡だと思いますんでね、まっすぐ入るようなね、まあ小口になってますんでね。はい、でここがですね、南千住、まあおそらくこの武田城の城域で一番、広い廓だと思われます。まあおそらくね、屋敷等が御殿が、建っていた場所が、こちらじゃないでしょうか。はい、そんな感じがしますね。本当にね、この武田城なんですけれども、巧みにね、もともとあった城を、の地形をね、利用して、作る防御力を高めるというだけではなくて、どこから見てもですね、こう美しく見えるように、作られているように、そんな気がしてなりません。本当にですね、この城を縄張りした人は、僕はですね、天才なんじゃないかなと、今日このお城跡をね、訪ねてみて、改めて、そう思いました。はい、まあね、本当に何十年も来たい来たいと思っていた城ですのでね、まあ、来るのが遅くなってね、見れない箇所もこう整備されて、たくさんできてしまったんですけれども、やっぱりね、一生のうちに一回、はい、見に来て本当に良かったなと思います。もう感動しております。はい、
ぜひね、皆さんも、まあ、チャンスがあれば、こちらの田島武田城、ぜひね、一回、ご自身の目で、ちょっとね、登ってくるの大変ですけどね、はい、見ていただけたら、いいかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとう。愛しすぎた人よ、いけないで一人